第7試合前女ネバーエンディングヒストリー30分一本勝負、まずは赤コーナー、全日本女子プロレスブル中野選手です。ブル選手、今日の試合は、他の対抗戦とはちょっと違った意味での試合となると思いますが、今のお気持ちを。そうですね、このリングで再び立野選手と戦えるとは夢にも思ってなかったんですけど、まあ、全面対抗戦ということで殺伐とした試合は他の選手に任せて、今日は2人しかできない前場の歴史の重さを示したいです。はい、頑張ってください。新しい歴史作るぞ。続いて青コーナー、立野則夫選手です。立野選手、はい、2年半ぶりですか、全日本女子プロレスマットですが、今の気持ちを。やっぱりすごい嬉しいですね、やっとまたここのリングに帰ってこれたのかなっていう感じで。今日の試合の意気込みを聞かせてください。後輩たちの手本になるような試合をしたいと思います。頑張ってください。第7試合全女ネバーエンディングヒストリー30分一本勝負を行います。青コーナー LNPW160 パン立野則夫、赤コーナー全日本女子プロレス210パンブルー中野、レフリートミーカン。第7試合です。全女ネバーエンディングヒストリーと銘打ちまして、シングルマッチ30分一本勝負、全日本女子プロレスブル中野対 LLPW 立野則夫の一本勝負です。さて斉藤さん、現在は現役としてはですね、ブルを上回る数少ない、ベテラン選手の一人ですね。この立野選手は昭和56年デビューということですから、ブルの2年先輩ですか。まあ、現在は LLPW でFMW 女子軍と共闘するという不可解な行動を見せまして、メッツチアあるいは前止まりといったこの不良レスラーですね、ラフファイトを仕込みまして、大きくなれなければ私についてこいというようなことを言っておりますけれども、そしてさらには社長の風丸美と流血戦を繰り広げるというような、かつての盾のを知る不安にはちょっと想像できないような一面も見せております。立野選手はですね、はい、辞めて、全日本女子を辞めてから2年半経つんですよね、はい、でこうやって見てもやっぱりなんか私の目には懐かしいとしか映らないんですけど、はい、正直な話、ブル中野選手とのシングルマッチもね、私はこの目でやっぱりもう何十試合何百試合と見てきちゃったんで、懐かしい試合だなっていう風に見ちゃうんですけど、結構斉藤さんもそうじゃないですか。結構懐かしいというか、どうなんでしょうね、今回るときは割とクラシックなやつを、割とね、今女子プロレスそのものを見始めた男性ファンっていうのまだまだ多いですから、今増え続けてるところですから、そうですね、じゃあちょっとここで教科書のような試合をですね、やればそれはそれでいいんじゃないかなというような気もします。回るときは 3AA タッグ選手権を巡りまして、あるときはまたオールパシフィック選手権を巡りましてね、シングルタッグを股にかけまして構想を繰り広げました。この両者です、悪いっていう意味じゃなくて、古いスタイルっていうか、もともとの全日本女子のスタイルを今でも続けてる数少ない一人でしょ、立野則夫って。そうですね、だからその意味で、今から見始めた人にそれをなんか教えてくれる一人じゃないかなというような気がしますけど、でまた根強い人気っていうのを持ってるんですよね。あ、則夫人気ね、こう今全日本女子では今日こうチャチャチャが流行ったりしたわけじゃないですか、でもやっぱり初代のは則夫チャチャチャだったんですよ。あ、なるほどね、先ほどリング入ってきた時に足伸ばして屈伸やるでしょ、あれなんかもうずっとあの光景を見てるわけでしょみんな。そうなんです、あれなんかやっぱりずっとやってほしいなというのが気もします。ちょっと私は試合からちょっとかけ離れてしまう話なんですけど、やっぱり私この、試合が始まる前にこの会場にちょっと覗いてみたんですよ、会場、どれだけの大きさかなっていう感じで、その時に立野選手は12月で28歳になるわけなんですけど、準備運動したりマラソンしたり、コツコツ一人でやってたわけなんですよ。それを見て
うん、違う面でですけど、あ、素晴らしい選手だなっていうか、やっぱり自分のキャリアに、うん、たまけてしまう選手多いんですよ。なるほど。これはまあ内輪話じゃないけど、うん、のりさんってまあ言わせてもらいますけど、立野選手を、まあ、立野選手の場合は、うん、そういうところをかまけない選手なんじゃないかなっていうのはね、うん、でもね、努力を忘れないコツコツ型のやっぱ選手だったから、はい、僕らなんかはやっぱり今新しいファンにはこのノリオのプロレスの完成度見てほしいと思いますけどね。それこそ、うん、今なんかブリッジで起きるだけでおーでしょ、はい、うん、だからあんなのずっとあれだけど、ずっと縦ノリオがやってたことなんだけど、割と古さの中に新しさがあるっていうか、継承する選手がね、なかなか出てきませんので、今の動きなんかも、はい、うん、今のプロレスってやっぱその時代のプロレスってあるじゃないですか、はい、それに飲まれない選手だとは前から思ってました。確かにあの全日本女子もいろんなスター選手が辞めていって、はいはい、やっぱりいろんな新しいスタイルをってみんなが目指してきたわけじゃないですか、はいはい、その中に残っている時も自分のスタイルはもうマイペースっていうのかな、変えないで、うん、変えなかったですね。そういう選手じゃないかな、やっぱり。だからどこに行ってもそのスタイルは変わらないんじゃないかなと思いますね。自分の時代でやってきたことはね、正しいという信念を持ってリングに上がり続けています縦野のりおです。今までの女子プロレスっていうのはベテラン選手っていうのは存在しなかったんですよ、はい、みんな辞めてるだけですから、はい、こうやってずっとやってる選手がまだリングに上がれるっていうのは、はい、男子プロレスに近くなってきてるっていうことなんですか。そうですね、まあ、今の、ね、2なんかも2ドロップですか。あ、はいはいはい、ジャンピング2パターン、ね、2パターンですね。あれなんかもう本当、うん、昔のままという感じよね。っていうかやっぱり見せることの上手い選手だなと思いますね。この細かい反則技ってそれも憎たらしく見えないんですよ、縦野選手の場合はね。縦野選手の話ばっかりになっちゃったんで、はい、ちょっとブル中野の方を見たいかなと思うんですけど、ブル中野選手がよ割と優しい印象になってきちゃったんですよ。最初はね、対抗戦から一歩引きましてね、なんていうのかな、私としてはやっぱりあのね、1年前、まあ1年も経ってないですけど、その凄みっていうのをいつまでも持っていってほしいなと思いますね、ブル選手の場合は。やっぱり体なんか見てもプロレスラーの体でなくなってきてしまってるところがやっぱちょっとあるんですよ。足のももあたりとかね、お尻なんかを見ても食べついてきちゃったかなっていうか、でやっぱ本人も気にして練習なんかはすごい積んでるんですけど、はい、うん、なんかブル中野は女王だからブル中野だったっていう感じじゃないですか、はい、出してほしくはないっていうのが私の本心ですね、はい、でも、うん、結局紹介なんかでは、まあ、女王とかよく言われますけど、はい、じゃあ本当の女王は誰かって言ってしまったら今アジャコングなんですよ、事実上ね、やっぱりここにいる限りは、うん、戦いの世界だから、はい、うん、また女王になることだってできるんだから、そういうふうにやってもらいたいなっていうかな、こういう落ち着いてね、一線離れてやる選手も必要なんだとは思いますけど、はい、やっぱりベテラン選手ね、うん、まあ、ある意味では今のブルにしかできないプロレスということも言えるんですけれどもね、うん、まあ、1年もしてないですけど、はい、まあ、ちょっと前だったらこんなに立野選手にやられたかっていうところですね、正直な話。そうですよね、斉藤さん、まあそうですね、まあ、立野選手が引退する、全日本女子を引退するちょっと前はもうブルナガン選手もう全盛期でしょ、ね、やられちゃう選手だったっていうか、やってしまう選手だったじゃないですか、3年頃ですかね。まあ、ある部分でね、この選手は、はい、うん、まあ、この試合自体が2人がいろいろプロレスのことを確かめ合ってる感じがして、どっちかというとファンの方は参加するよりはこれを見てお勉強すると、そうです、ね、どっちかというとそうです、ね、参加してイエーとかね、わーとかね、なんとかコールとかしないで、はい、うん、このリングで起こっていることを、うん、そのまま受け止めると、うん、こうやって違ったスペシャルマッチという意味合いもありますからね、この人は、うん、本当にだって流れの中にはないんだもん、このカードは、うん、
まあ、私とか斉藤さんみたいに、ね、懐かしんで見てる人っていうのはこのお客さんの中でもう少ないと思いますよね、やっぱり期待はね着実に流れますから、まあ、新しいファンも増えていますけれども、でも変わらないいいものっていうのを見せてほしいですよ、やっぱり、いやでもこうやって見てて奥野選手の今試合を見てて細かいことをさらに使うようになったなと思いますね、足攻めなんかでも。さあやっぱり思って言わせないとね、持ち前のパワーサッポを生かしましてキャメルクラッチに捉えました。なんか立野選手の場合のやっぱ私なんかは選手のこう体つきとか見ちゃうんですよ、結構筋肉質だなとかビラビラしてるなとか、まあ正直な話風間海なんかはアクシアレッサーの体じゃないってよく言うんですけど、こうやって見て立野選手なんてやっぱりピチピチしてるように見えませんか、体自体が、まあ、張りがね、まあ、張りのある体というか、そうですね、そうですね、もちろん前世紀よりは一回り太ってるんですけどね、そうですね、太ってはいるけどでも張りのある体をしているなっていうか、都市的にはブルナカーの方が2つ下なんですよ。なるほど。2つ、3つかな、2つか3つ下なんですよ。でも張りのある体は縦の持ち選手なのがありますからね、こうやって見ちゃって。まあ、最近のブルはね、相手の攻めを十分に受けて受けて受けまくって、そして最後に自分の持ち味を出して逆転する、相手の技を全部受けてやるという、そういう優しいプロレスを実践してしまってるわけですけれども、近頃はそれで負けちゃうんですけどね正直なところ、だから横綱の後、ね、チャンピオン張った後何があるかってことだからね、本当一番それこそ女子プロの歴史の中でこういうテーマに挑戦した人いないですから、だってやめるしかなかったんだから今までは。そうですね、そういう新しいものにトライしてることはトライしてるんですよね。でやっぱりブルナカの選手っていうのは私もそうですけど、スター選手っていうんですか、そういう選手がいなくなった後にどん底を見てきたわけじゃないですか、でもプロレス面ではどん底を見てないんですよ。なるほど。お客さんが入らないとかそういうどん底の面は見てきましたけど、はい、プロレスでうわっと上がってうわっと落ちるっていうそういうどん底を見てないんですよ。だけど今ブルナカにはそのどん底だと思うんですよ。だからこれからがどう変わるかっていうの楽しみは楽しみですね。一つのでもですけれどもね、僕らから見るとやっぱりいてほしいですよ、ブルナカには。何かこの人がいるといない人ではね、そうですね、地方なんかでもやっぱり、尖った頭とあれだけでもお客さん湧くし、名前がねブル中野っていうともう知らぬものはないでしょやっぱり、ブルーズグランパスですね、これは本当ブル中野後期の技ですよね、最後の方の、最後の方ってなんかメキシコ土産ですねこれは、さあちょっと入りが甘いですね、タルの選手が、ちょっとになってしまいますからね、帰っちゃってますからね、はい、強引に締め続けますブルですけれども、タテロは歯を食いしばって、タテロ選手は結構体が柔らかい選手なんで、はい、あんまり、これは、エビ固めに行こうですがカウント3はならないです。今なんかもやっぱりああいう体勢だったらじゃあフォール行こうとかね、応用が全然若い選手と違うでしょ、やっぱり違いますよね、この2人はやっぱり張り手かましていくようなプロレスじゃないですから、そうです、ね、当然場外乱闘のようなこともありません。リング上で満を持してまずプルナカノです。なんとなくこうやってリングの上を見てるとどっちが古い選手なのか分かんない、分かんないですか、そうじゃないですか、なんかブルナカの方が古い選手に見えますよね、威風堂々という感じで、それはやっぱり新しい人たちの中で縦野のりおが戦ってるからじゃないですか、そうですね、今までずっとやらなかったというか、別の団体の中でいますから、その中でまあどっちかというと先輩であったり、先輩じゃないんですけど、まあ、新しい会社ですから、コーチみたいな、いや戦いながらね教えるっていうか、これですよね、いきなりガッツむき出しにして強引なダブルアームスープレックス、急に怒り出すんですよそうこの野郎ってね、そうなんですよ、これもね懐かしいですが、プルのラリアット一戦で逆転です、
今はなんかあれですよね、ラリアットが先に来るか、ネックブリカーが先に来るかのね。そうですね、うん、懐かしいネックブリカードロップです。この技やっぱり縦の乗りが一番似合うんじゃないかな、うん、調子のスラリとした体ね。なんかやっぱり LL 対前場の全面対決ってやっぱり今縦の乗り選手は LLPW になっちゃうわけじゃないですか、でもこう変な話、うん、どっちにも頑張ってもらいたいなっていう気持ちになっちゃいますね。これ対抗戦というよりは、うん、2人ともベテランがベテランらしい試合をここで真ん中辺で見せてるっていうのはスペシャルイベントですからね。ブルーは何か変わった技を見せそうですが、ジャーマンに行きました。ブルーの中野ってこの頃ジャーマンなんてあまりやらないですからね、だから本人も懐かしんで楽しんでるんじゃないかなと思います。楽しんでね。いや、赤いベルト取った頃はジャーマンだったんですよね。そうなんですよね、そして勝てるは今度はブルーのトップロープからの攻撃を阻止しきれませんで、ブルーのギロチンは時期尚早だったようです。そしてお返しのジャーマン、危ない危ない、いや、カウントスリーが入るときでしたから、いや、タテのリードらしかったと思いますよ、今のジャーマンなんかも。ブリッジはすごい綺麗なんですよね、見事な声が。そしてもう一発狙おうとするところですけれども、もう一発トライに成功。肉はついたとはいえ相変わらず柔軟ですよね、このタテの選手は。今度はやや強引なダブルアームスープレックスです。そして今度はスタンディングを待ってトップロープからの攻撃は不要意でした、叩き落とされました。パワーボム、そしてこの18番につなぐようです。プロープからギラチン、太ももが食い込みました。返しましたね。返しましたよ。やはりギロチン一発で勝てる相手ではないんですね。一筋縄ではいきません、縦のノリオです。ならばと今度はムーサルトですか。いきそうですね。しました。素晴らしい。オロニ、これは返せませんでした。あの体が柔らかいですね、あの落ちたところも今素晴らしかったです。抜群の着地でした。やっぱこの体でムーンサルトをやるっていうのはすごいことだと思います。私は素晴らしいですよね。体がすごい柔らかいですよね。フォームが綺麗っていうのかな、うん、今本当にフォームが綺麗な上に乗っかられた方はたまんないですけど、私実はまだやられたことないんですよ。あ、そうですか。やられたくないですよ。爽やかに握手を交わしまして健闘を称え合います。ブル中野と縦野今握手した時の顔なんか、これが現在のブル中野かなという気がしますね。ありがとうとか言うんですよね。こういうあれがやっぱ良くなったっていうところもありますよね、やっぱお客さんの目から見て。象の優しさを称えたような、ね、笑みを浮かべながらブル中野退場です。縦野のリオにフォール勝ちでした。第7試合全場ネバーエンディングヒストリー、見事勝利を、しました、全日本女子プロレスブル中野選手です。おめでとうございます。おめでとうございます、久しぶり立野選手との対戦いかがでしたか。なんか懐かしいっていうのが一番、やっぱ何も変わってなかったし動きとかも昔のままのりさんでした、試合を振り返って何か考えみたいなものはありますか。そうですね、久々だったんでやっぱ相手の出方とかもちょっと忘れたとかあったんで、ちょっとあんまり思うようにいかなかったから、やっぱ、うん、もう何回も やりたいですね。今日の試合ではまだ満足できない、はい、というブルー選手です。どうもお疲れ様でした。おめでとうございます。第7試合全場ネバーエンディングヒストリー、残念ながら敗れてしまいました LLPW 立野則夫選手です。いや、非常に残念でした。でも一緒頑張ったんで、そんな負けても悔いはないです。久々のブルとの対戦だったわけですが、やっぱりたくましいですね。
うちの選手にはない風格といい、技といい、スピードといい、ちょっとやっぱり1枚も2枚も上手だなっていうのが久しぶりにやって余計に感じました。まだまだね、うちの団体はもう少し頑張らなきゃいけないっていう、練習とかするにも目標みたいなものが、今まではちょっと対抗戦とか出てなかったんで、なんか本当にいつもマイペースでやってたんですけど、これであって年に甘えて楽ばっかりしてたらいけないなっていうのを感じて頑張っていけます。はい、そうですか。どうもお疲れ様です。以上です。